皆さんこんにちは。板野幸三の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授板野幸三先生に前回に引き続きまして新型コロナウイルスエンデムさんとお話をまたお伺いしたいと思います。それでは板野先生よろしくお願いいたします。こんにちは、板野です。エンデムの2回目の話なんですけども、これはプロファイリングの一つの形なんですけども、この話を見ててパッと頭に思いついたのは、テレビで刑事ドラマで科捜研の女ってやってますよ。あの科捜研の女のところに出てくる女性がいるよね。沢口靖子がで、あの人を彷彿させるようなタッチというか、非常に細かいところからいろんなものを見つけていくっていう形で、彼女は何を言ってるかというと、今日の話は2本目の論文に載ってるんですけども、こっちは10月8日かなに出された論文で、最初の論文が26ページだったのでこっちは33ページでさらに長い。それでこれは変異の話ではあるんだけど、こうゲノムの中の核酸が変わるときに入れ替わるのか増えるのかなくなるのか3種類あるんだけど、ここではまあサブスティチューションというか、ある核酸が別の核酸に入れ替わって長さが変わらないような、そういうケースを考えているんですけども、その時に道義的置換、シノニマスサブスティチューションというのと非道義的置換、ノンシノニマスサブスティチューションと、2種類あって、これは何かというと、大前からちょっと言ってるように、ゲノムのパターンって少なくてもゲノムのレベルでは核酸が4つあって、普通 ATGC とかって言いますけど、その4つの組み合わせでその3個で1つのアミノ酸を指定するので、そうすると本当は64種類あるんだけど、アミノ酸は20種類しかないから、多少ある核酸が入れ替わってもアミノ酸としては同じものを指しているということもあるわけね。で、そういう場合が道義的置換というやつで、核酸が変わっちゃったら、対応するアミノ酸が変わっちゃう場合が非道義的置換といって、でこういう2つの場合があるんですけど、道義的置換の場合はそこがたまたま変わっちゃってもアミノ酸が変わらないので機能が変わらないわけで、非道義だと機能が変わっちゃうので、非道義の方の力になっちゃったらそれが表に現れちゃうんだけど、でこの2つの置換というのを見てみようという、でこれは彼女のある意味独特の見方なのかもしれないけど、 ZC45 と ZX-C21 って、これって同じところで同じグループが割と近傍というでも1年ぐらい違うんだけども、採取した2羽のコウモリから取れたウイルスで、まあでも基本的にバックグラウンドというか地域といろんなのが同じなので、非常に近いことが想定されるウイルスですね。でここではこの2つのウイルスのゲノムをどこが違ってるかって調べてみると、違ってた時にそれが道義的なものか道義的でないものかっていうところを比べてやって、その比率を見てみよう、そういうふうに見てみて、ゲノムの一番最初から終わりまで見てみてるんですけど、ここはまあ一応それは大変だから領域ごとに分けて、これはスパイクという S の領域のところですけど、全体で1200いくらある中をずっと累積でそれをずっと調べてた時に、シノニマスな変異っていうのは緑で示されるような感じで少し揺らぎながら上がっていくわけで、でノンシノニマスの方は赤い方であんまり上がっていってないよね。でも少し上がっていってるの でこれが自然界から取れたウイルスなので、こういうふうな変化すれば自然であるというふうに考えるわけね。でところが同じことを新型コロナと RATG13 の間でやったら何が起こるかというと、シノニマスの方は同じように自然になんか揺らぎながら上がってる、こっちは大丈夫なんだけど、ノンシノニマスの方はあるところからフラットになっちゃう。フラットになっちゃうということはどういうことかというと、そこから先は全く同じで全然変化がないっていうことを示してるわけね。でこういうことが起こっちゃうというのはどう見ても不自然でしょというのが、これは彼女の主張なので、ゆっくり揺らぎながら上に上がっていくという形が自然なはずなので、新型コロナと RATG13 はどう見てもこれは自然ではないので、どっちかが人工か自然でないものである可能性がある、あるいは両方ともそうである可能性がある、まあそういうようなことがここから分かると。で S のところはさっきのような感じなので、他の領域に関してもずっと見てみると、下の方の2つはやっぱりなんかちょっと途中からフラットになってますよね。で緑の方はどれもなんか割と順調に揺らぎながら登ってるんだけど、赤い方はちょっと
場所によって不自然な感じが見えるので、これはやっぱりおかしいんじゃないっていうのは、これがその彼女の分析している、こういうのをプロファイリングというんですよ。でもう一つ S2 というのは、あの S の領域の中の右半分の方 でスパイクというのは S1 と S に合わせたものなんです。こういう部分部分に分けた状態で、さっきのノンシノニマスとシノニマスの割合を、ノンシノニマスの方が当然少ないわけね。ランダムに何かが起こってるんだとしたら64対20なので、64から20を引いて44対20ぐらいだから 2.2 対1ぐらいの比率にならなきゃいけないんだけど、完全にランダムに起こってれば、それが 5.4 対1とか 2.7 対1とか、このくらいの数字になるのが ZX45 と ZX21 のこっちが自然なパターンで、それに対して SARS のと RAT13 の場合は S2 ってところだけで特異なことが起こっている。ここだけで44という数字が出ていて、これは明らかに異常な数字で、ここで何かが起こっていて自然でないことが起こっているという。他のところはまあ、でもオーライオフの 1B はちょっと大きすぎるかもしれないですね。であともう一つ下の方のグループは、これは仙山港です。仙山港の部分に関していろいろと比べてみてると、右の方は、自然なものなんだけど、左の方の MP789 とかこの辺の仙山港は例の後から出てきたやつね、積成でとか姉ちゃんの論文書いて後でサポートに出てきた。新型コロナの起源が仙山港であるっていう論文で出てきた。そうそうそう、あの論文で出てきた仙山港のウイルスの中の2つで比べた時に、あ 23.0 対1みたいな、こういう比率が出てくる。だからこれもなんかちょっと怪しい感じが見えるという。それでこれは最後の N っていうやつだったかな、あの全体の遺伝子の中の一番最後の方にあるやつで、そんな長い遺伝子じゃなくて非常に短い遺伝子なんだけど、真ん中の方が仙山港で、一番上が ZC の45と21と新型コロナと、あとずっと仙山港が続いてて、一番下の方に IHG13 があるんだけど、これって最後の N のところを比べると全く同じなのね。こんなに同じでいいんですかみたいな、全く同じなんです。で僕がそれとは別にちょっとこの同じ N のところに関して少しなんかいろんなものを集めてみた。そのずっと前に捕まえたコウモリのウイルスを調べてみると、一番右のサイドのところでなんかちょっと違いが見えるでしょ、ばらついてるでしょ。エンデームの言ってる見方というのは、こういうなんかこう若干違いが自然に入ってると、それは自然のものである可能性が非常に高い。全く同じっていうのはどう見てもなんか、そこが全く同じになるというのは普通は自然界にあるものだとそういうことはなかなか起こりえないん でちょっとこれは異常な感じだよっていうのは、これがあの彼女のプロファイリングです。でこういうプロファイリングをして、今問題になってる RATG13 だとか仙山港で出てきたいろんなウイルスとか、プロファイリングのところで自然な値が出てこないんで、やっぱり怪しいと思うというふうに彼女は言ってると思います。はい、井田野先生どうもありがとうございました。この話に共感された方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。